早い段階で手元を低いところにこうやって下ろしながら振れれば当然インサイドからも降りるし、ダウンスイングで手元が低いところに降りてくる、当然低いところに降りてくるってことは横から叩いていけるから前に行く力がね強くなって飛距離も出るってことですよね。サンと、そう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 、はい、あ結構しんどい、これから使う。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。おお、いいね、いい感じで、アドレスの時にもう気持ちだけ手元が浮かないように、そう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 、そういう感じで、そうイメージとしてはいつも言ってるように背骨とシャフトが直角にプロペラ回転したいっていう話をしてるじゃないですか。ってことはこのアドレス構えてる時に背骨とシャフトが直角になってないとそのプロペラ回転にはならないですよね。だからさっきの状態だとちょっと手が浮いちゃってた、そう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 、そういう感じになってたので背骨とシャフト直角、まあそれだとちょっと落としすぎかなっていう感じ、もう気持ち、そう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 、それぐらいで、そう、でできるだけダウンスイング切り返しから手元を低く低くで入射角が、ね、上から入らないように浅い入射角で横から叩いていけるようにね、まあ、前回の動画とかでもねやってきましたけれども、そう低く、そういいね、前傾キープして低いところから叩いていくと、ね、同じヘッドスピードでもボールスピード出やすくなりますし、スピン量もコントロールできるので、そうで、なんでこう手元を低くしないといけないかっていう話を、まあ、今までの動画でも何回か話してるんですけど、まあ、結構重要な話なんで、まあ、視聴者さんでもね最近の動画から見始めてくれてる人もいると思うので、ちょっとご説明すると、ゴルフスイングっていうのはこう前傾してるんでいろんなことが分かりにくくなっちゃってるので、こう起き上がって前傾してない状態で表現するといろいろ見えやすくなるんですけれども、よくこうやってじゃあ起き上がってる状態でこう水平に振ってみますという時に、こんな感じに手元の高さがずっと地面と手元の高さね変えないように横にこうやって水平振りって振ったりするんですけど、厳密に言うとこの動きってゴルフスイングの動きじゃないんですよ。まあ、これなぜかっていうと、今この肩の前の高さに手があるわけですよね。でここを変えないように振ってるってことはスタート地点がこういう状態ですよね。でここ見てもらうと、このグリップからお腹までこんなに開いてるわけですよ。じゃあこの状態をキープしたまま前傾したらこんななっちゃいますよね、構えがね、こんな開いちゃいますよね。でも実際のゴルフスイングってもっと体の近くになりますよね。腕をだらーんと垂らしてきたところになるので、これで起き上がった時にはおへその前あたりになるんです。で背骨とシャフトが直角になるようにまっすぐ構えてるところがスタート地点になります。でもバックスイングを上げていくと腕の位置ってこのさっきの肩の高さに上がってくるんですよね。これもしも低いまんまだったら、もしこれ前傾したとしてもここまでしか上がらないじゃないですか。だから必ず肩の高さまでゴルフスイングって上がってきてるんです。これ正面に戻すとさっきおへその前だったものが腕だけこんなに上がってるんですよね。でこっち向いてるだけですよね。だからゴルフスイングの中に腕をねよく使っちゃいけないっていう話は出るんですけど、胸の前での腕のこういう上下動っていうのが必ず発生してるってことですね。で最初はおへその前だったものが
ックスイングで肩の高さまで上がってるわけですから、この肩の高さの 手の位置をそのまま戻してきたらボールに当たらないですよね。だって最初スタート地点ここなんですから、ボールってここじゃないですか、うん、で上がったまま下ろしてきて、でこれじゃ当たらないからって直前でこうやって下ろしたら上から入りますもん ね、横から叩けないですよね、うん、だから上に上がった手元を切り返しからできるだけ早い段階でこのおへその前に下ろしながら戻ってくるっていうのがゴルフスイングなんです、うん、だからここの部分が実はゴルフをすごく難しくしちゃうっていうところなんですね、うん、この肩の高さだけでこうやって振ってるものだったら、うん、もっと簡単なんですよね、ゴルフスイングって上下動が、腕の上下動が入ってくるから難しくなる、うん、でこの腕がね上がったのを下ろせないで、上がったまんまの状態で体がどん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 回転してくると手元が浮いてる状態で上から入ってくるスイングになっちゃう、アウトサイドインとか手がこう浮いてるスイングになってきちゃうんですよね。で早い段階で手元を低いところにこうやって下ろしながら振れれば当然インサイドからも降りるし、ダウンスイングで手元が低いところに降りてくる、当然低いところに降りてくるってことは横から叩いていけるから前に行く力がね強くなって飛距離も出るってことですよね。だからこのゴルフスイングのまずはその腕が上下してるんだっていうことを理解する必要があるし、でバックスイングで上げた腕をダウンスイングでは下ろしてあげないと根元の位置に戻らないし、インサイドから手元低く打っていくことができないってことですよね。だからこの基礎となる動き、これをね正しくまずはね知っていただきたいなと。だからさっきの水平振りっていうのも厳密に言うとこの胸の高さでこうやって振るんではなく、おへその前にあったものが右上に上がってなだらかだけどこう V 字を描くように動いてるのがゴルフスイングなんですよね。こういう V 字ですよね。で実際構えた時は手ってこうやって顔からすごく離れてるじゃないですか。でもバックスイングしてトップの時にはこの右耳の横に来てますよね、手元って、うん、やってみると分かりますけど右耳の横に来るじゃないですか、うん、だからこういう風に右耳の横に上がってるんですよね、はい、で今度インパクトではまた元の位置に戻ってフォローするでは今度左耳の横に上がってくる、うん、でこの V 字でこんな極端な V にはもちろんならないんですけど、うん、ほぼ水平に近いような感じのなだらかな V 字なんですけど、だから水平振り、ね、普通にこうやって振るとみんなビュン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 振れるのに前傾した途端にうまくできないんですってなるのはここに落とし穴があるってことなんですよね。はい、ということでこれじゃあ、はいね、手元を低く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 下ろせるように右側で低く下ろして打てるように練習をしていきましょう。はい、そうそう、で球を打ちながら低く低くってやってもまあなかなか難しいですよね。低く2段モーションみたいな感じで低く落としてから横に回るとかってまあ難しいです、覚えられないです。だからこれもドリル練習していくと覚えやすいんですよね。でこの手元を低くするドリルって前にやりましたよね。そう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 。これたくさんやりましたよね。はい。じゃあちょっとやってみましょうか。
1、2、3で振るやつですね。1、2で手元をできるだけ低く、1、2で3で振る。そう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 、入りました。1、2、3。そうそうそう、で今1、2でちょっとこう沈み込んじゃってるんで、そこをあんまりこう沈み込まないように、そう、腕を低くして、で3で振っていくっていう感じですね。でそれはもう本当に入門編の、そのドリルの入門編のやり方なんですけど、今って完全にほら胸とか骨盤とかカメラの方を向いた状態で1、2って下ろしてるでしょ。それを1、2の時にちゃんと踏み込んでってほしいんですよ。実際にスイングするのと同じように1、そう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 、で3で振っていくと1、2と3がより近しくなってくるでしょ。右向いたまんま1、2ってやると結構手元はすごいインサイド側に下ろせるでしょ。でも実際振るとき、3で振るときには体を回して踏み込んでいくから一致はしないじゃない、2と3が一致してこないでしょ。でもちゃんと最初から1、2で3で振ると、そう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 、2と3が一致してくる。で今のだとちょっと体もこう傾いて左が伸び上がっちゃってたから、そこもちょっと伸び上がりを少なく、そう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 、こらえなきゃいけないのね。そう、こうこう、そういうこと。それで球もね振っていく練習ですね。でまあ最初からドライバーだとまあ、難しかったりすると思うんで、ショートアイアンとかね、9番アイアンぐらいで1、2、3って振る練習ね、これをやっていくとね、いいかなと思いますんで、でもちろん腕立てでこう低く下ろすっていうわけじゃないんだけど、体も一緒にねこう回転していくので、で前傾をちゃんとキープして軸回転してたら、肩って縦回転していくわけじゃないですか。そうね、そう、そうすると当然自然と手元も縦回転、縦回転につられて手元って下に降りてきますよね。はい、そうそうそう、右側がソックスされて肩が縦に回っていくっていう動きがそこにミックスされれば、そうで今右肘曲がったまんま下ろしちゃってるでしょ。手元を低く下ろしたかったら右肘を伸ばしていかないとっていうのを前にやったじゃない。そう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 タオル振り下ろす時とかも肘って絶対伸ばすよねっていうのをね前にやりましたよね。結構しんどいけど、1、こういうことか。そうそうそう、手首はキープ しつつ、右手首はちゃんと曲がった90度曲がってるのをキープしつつ、そう、右肘は伸ばしていくような感じで1、2、3で打っていく。すごい笑い声を見えない、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 声を見結構だから結構きついでしょ。腕力も使うのこれだから、ね、ドライバーだからね余計きついんですけど、でもまあもちろん、実際にそこで腕が伸びきるわけじゃないんですよ、実際のスイングの時には当たる瞬間まだちょっと曲がってる感じでフォローで完全には伸びていくんですけど、それぐらいの意識で伸ばさないと、そう、伸ばしながらこう下ろしてくるんじゃないと手元が低く降りてこないわけですね。すごい大変これ結構これはねもう本当スペシャルなドリルなんで、これをねうまくマスターできたら手元低くインサイドから入射角浅く打っていくっていうのができるんで、でも確かに体をちゃんと使った方がいいですね。そう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 、手だけじゃなくてね、そう、最初はなかなか難しいけど、うん、慣れてきたらちゃんとこの 1,2 の時に、そう、ちゃんとこの足を使ってそうそうそう、その骨盤の股関節の切り上げとかの動きも入れつつ3と、そう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 、はい、結構しんどいこれから使うじゃあちょっとね頑張って球もね、はい、打っていきましょう。ここでこう、こっち、2、3
これは練習が必要そうだね、小杖ちゃん。待って。頑張って練習しましょう。